はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。プロジェクトクロストーン2、では前回の続きからやっていきたいと思います。舞台がなんか3つに分かれるのか分かれないのか、まあ謎のところっすね。こんなのに乗ってたのか、絶対入んねえだろ何人出てきたんだよ、あのカプセルの中から。みんな無事か。このカプセル本当に砲弾なのね。ぶつかって止まったけど、よく怪我人が出なかったねこれ。まあ肉のクッションがたくさん入っておったからの。まったく役得だが、チーム分けが偏ってないか。女ばっかりだぞ。なるほど、君には刺激が強すぎたかも。満員電車に飛び乗ったら女性占領者だったみたいな、嫌な緊張感しかなかったよ。これはある人物への対策ですから、後で必ず生きてきます。よくわからんが、他のメンツは着弾点がずれたか。熱源とエネルギー反応を感知、あの壁の向こうです。やはりみんな分かれてしまったか。壁の向こうってあの行き止まりの。ここには一度来たことがある。あの壁は壊せるんだ。ねえコスモスちゃん、エネルギー反応っていうのは金の鎖のこと？いえ、この反応は以前魔次元にて観測されたものと同様のものです。ええ、これは魔力。私が通ってきた時空の門と同じものです。言われてみれば覚えがある力だ。龍騎1号に干渉しているというのはそいつか。召喚門に近い存在、封印しなければいけませんね。みんな静かに、何か来ます。オーノー、なんか人手みたいなのが出てきた。オーク巨樹が作り出した兵隊だ。やはりこの木は今も生きているんだ。行きましょう皆さん、あの時のままならこの先にみんながいます。うむ、進め者ども、邪魔な敵を蹴散らすんじゃ。進め、奥の壁へ。了解です。最奥部の壁を破壊しましょう。 Y で破壊して進み、味方を全員探し出す。探し出すなんだそれは。とりあえずまあ適当に言っとくか。ほい、準備体操は一緒に冒険しましょう。 OK、 なるほど、先生がいればこれほど心強いものはない。こっちはお雇い弁護士がいるんだぞ。一体ずつ確実に破壊する。シャオム、しくじったら。これ人手の目の向こうって何、これ透けてる。ここは攻め続けるしかない。隠しているのか。食らえ、シャオム、待った、負けない。針を進めば、イエス、進むしかないもんね。意気あり、一生への奇跡。任務完了。17レベル。なんちゃかなんちゃか多いみたいなのを取得したぞ。 125% コスモス、みんなお願いしますね。これなら X ボーン入り。止まりなさい。ヤクリム、ヤクリム、切ります。止まりなさい。もう誰も傷つけさせない。全然止まる。シャットダウン。 OK、 ルックス 5%。 17、こいつも17か。あとレベル低そうなやつ、ダンテか、若干低いんだよね。しかも届かねえし。ゴッドイーターチームは16か。シエルさん、お願いします。アリサさん、食らいついて。これでどう、チャンス。私の血の力をこの一点に。エネルギー凝縮、プレッシャー。そうね、もらった。サプレッシャー。よーし、カルビは元気。まあ要はこのまま進んでいけばいいってことでしょ。覚悟しなさい。楽勝楽勝。あれ、サクラって、あ、5マスか。ストライダー飛竜がいないのかな。おお、毒になった。追い詰めていきましょう。水球キャリア、捕食完了。これでどう、チャンス。攻撃を見るカルヒはすげえ強そうなんだけどな。インパルセイト公式、狙撃を切ります。任務完了。想定目標は確実に仕留める。なるほど、
これがプラズマの力よ。悪いな、シャドスティンガー。シャインドリーム幸せ暗黒球、捕まえた。次はポキッと、はい、ドーン。悪いな、こいつだ。ご機嫌だぜ。よらすぎ。上がらないな。ちょっと毒を回復させるか。9個、あ、まだ大丈夫だな。コスモス、お願いします。おお、こうやってマップが広がっていくのね。ほんとだ、奥にまだ続いてる。そいつは頂上だが、時空の門や他のカプセルは見当たらんか。また扉、壁はまだ続いてるよ。爪を研ぐついでに破っちゃおう。ワルキューレが来た。時空の門、その魔力はまだ感じる。先を急ぎましょう。邪悪な気配が強くなってきてます。さくらくんの言う通りだ。何か来る。ヒトデマンの強化バージョンだ。なんだこいつ。な、何？またウサギ？いっさー、会いたかったピョンよ、過激団。お前は驚いているよピョンね、怯えているピョンね。そう、オイラこそが。ウサギさん、やっぱり現れましたね。そろそろかなとは思っていました。桜大戦ってこんなのになってたんだ。どうして驚きがないピョン。この始祖様が華麗なる復活をしたというのに。まあ簡単に言うと、ニューヨークの魔人テートのコーマと見てきたからね。そうやって埋めていくと、次はパリの怪人ということになりますね。そういう小賢しい計算は大嫌いだピョン。ニューヨークの魔人が蒸気銃を使っていた時点で大体はバレてたな。ランマルとかいう小僧ピョンね、ラビット話のわかるやつだったピョンよ。意気投合して戦力を貸したってことですか。迷惑な話ですね。オーマのあやつとは合わせない方が良さそうじゃの。すっこぶる面倒なことになりそうじゃ。さて、おしゃべりはここまでピョン。まさか自分の目で見られるとは思わなかった、オーク教授。こんなチャンスはそうそうないピョンからね。うーささささささ。今の証言からすると、この木、パリの怪人が復活させたわけではない。金の鎖、そしてこの先にある時空の門が関係していると考えるべきでしょうね。うっさー、そっちは何やらいろいろと知っているよピョン。痛めつけて洗いざらい吐いてもらうピョンピョンピョン。それはこっちのセリフだよ。ウサギより猫の方が強いんだから捕まえちゃうよ。そしたらシエルちゃんにしつけてもらうんだからね。お任せください。うさー、生意気な小娘ども、思い知らせてやるピョン。うさささ、さウサギ型蒸気銃プレリュードくるピョン。お、持った。ウサギ型って本当にウサギの形してる、そのまんまだよ。この始祖様にふさわしい蒸気銃ピョン、お前たちまとめてラビット切るピョン。ウサギさん、何度来たとしてもその度にエリカたちが懲らしめます。懲らしめるだけでは甘い。完膚までに叩きのめし抹殺するんだ。最高。甘さは捨てろ。ウサギだったとしても。作戦通り。動物愛護団体からなんか言われそうだな。相手になる。いや、やつはウサギではない。ウサギの形をした化け物だ。あれ、なんか闇のあれがあるな。最高。大神って4歩しか進めないんだ。了解です。あ、ゴッドイーターチーム6歩進める。新たなる移動力6のやつを見つけたな。宝箱回収部隊にふさわしい。こいつら全然進んでこないな。やりましょう。おっと、危ない。これちょっと間違えるだけで私の食らうからな。プラズマパワー全開、スターライトシャドウ、マイチュー、ソーレル、コキッポキッドンよ。失礼、ちょっと痛い。はい、ドーン。敵の国を止め、返すぞ。返せよ。そこだ、どうす、そっちだ。もう遅い。返せよ。足で国を止め、もう遅い。返せよ。
勝てるとでも思っていたか。よし、16。お開きだ。いけない。頑張りましょう。ワルキューレさんなら集いなさい、戦士たちよ。ルーシー、上から行きますよ。ワギャン、吠えて、ワギャン。押しつぶします。ごめんなさい。見ないで。バレイ、バレイ、スキッ、早打ち、王家方針、絶対。攻撃力が高いな。これ正面だよな。正面クリティカルで500か。了解です。そもそものレベルが高いかな。あそこにプフマが。てか宝箱はないよな。見た感じなさそう。来るか、いきなり。こいつ射程長っ。うおー、複数攻撃をやってきたか。あいつはアホか。レッツゴー。複数攻撃があるやつはいまいち把握してないからな。コスモス届くか。全然届かねえな。なんかスキルないのこいつ。ブーストがある。70。まあ使うか。獲得経験値 40% アップ。すげえ。高速移動いきます。一応狙えるな。よし。こちらから先。こうやって。ナナさん、先手を取ってください。SP を使っていくのか。あ、そうか。こいつ気絶してるからガードが発動しないんだ。止まりなさい。痛みは私。邪魔をするな。邪魔。スターグラディエイター出撃。サマソン、はあ、これもプラズマパワーだから。捕まえた。ちょっと痛い。デビルメイクライチームの攻撃はめっちゃ偏ってんな。 A が3つある。悪いな、目障りだ。ご機嫌だぜ。少し熱くなっちまったな。行こう、エリカ君。こいつは何があんの。あー、ムーブ1あるね。てか人のムーブを上げんのか。スキルをな、全然把握してないからな。7300か。結構ヒットポイントは高いな。ワルキューレ頼みます。太陽の鳥屋、大きくなります。すごく。こんなチャンスは逃せない。血のブレード、気づきしかばね、修羅の道、引き道旅に涙流れる。バリバリ貫いた。オーケー。1万くらいだったら多分殺せるな、普通の攻撃でも。頑張りましょう。横から行こう、横から。ここは一気に片付けます。やった、いただきます。ジェノサイドの対空射撃、力が湧いてくる。これなら。はあ、ザン突撃を切ります。プレッシャー、対処完了。まだいけます。アリス・レイジスキル、ないな。任せい。ま、経験チェックがあるから最悪なんとかなるか。こいつは完全防御だな。おお、でかい。こんなでかいロボットに乗ってんのか。おお、マジかよ。ちょっと待ってよ。まずは状態異常。あれ、状態異常大丈夫。まあいいか、大丈夫らしいから。私の、おお、ブロックペアだな。俺たちが援護する。ハンマーハリセン、シャインドレー、しっかりと目に焼き付けなさい。ごめんね、ちょっと痛い。これで決まりよ。そこだ、こいつだ。ご機嫌だぜ。この程度で。あのウサギもこのターンで殺すか。
後ろ取れるやつ いねえな。っていうかこの人手くんを先に殺さないと。先生に任せちゃってください。これは質問切り止まりなさい。やめてください。ストレ切ります。よっ、誰も傷つけさせない。とどめ。先生突破。現時点をもって3こっちで行こう。後ろは取れないよね。取れないな。横だなこれは。狙撃を。サイレントロータス。チームワークを忘れないで。はっ、やった。捕食完了。時間のサイレントロータス。インパルスエッジセット。すげえ、全然減らねえ。ま、溜まってるし使うか。ウサーウサーとか言ってんだけど。グランドフィナーレ、ジ・エンド。埋めた。さすがに甘くないな。反撃。おお、反撃はしてこないか。経験値を増やそう。さらに意義ありブロック無効。いいね。いやー、弁護士先生すげえ。弁護士すごいんだな、やっぱり。これで終わらせる。ほい。まあ、もともと。こいつでけえからな。普通にすっげえ当たりそう。進むしかないもんね。抜刀法奥義。キュートなヒップにズキドキ。必殺技は強い必殺技とか出ないのかな。この一種類で全て最後までやっていくか。成敗。なんでこうなるピョン。やられたピョン。全く忌々しい過激団の一味ピョン。地蔵。地蔵じゃねえ、死蔵。どうして復活したのか話してもらうぞ。知らないピョン。この死蔵様はすごいから自然に復活できたピョン。それじゃ何にもわからないです。しかし復活したからには大暴れしてやるピョンね。うっさささささ。つまり本人もわかんないってことだよ。レッツダンス。はい、ワルキューレさん。この戦い私が預かります。ルーシー、太陽の星を逃げます。任せ。吠えてワギャン。大きくなります。すごく。ああ、やっ、一大流テンポロックウェーブ。さあ次なる戦いへと。これでまた奥の壁を破壊すればやるか。 SP はいったんで多分 30% くらい回復するんで、少し足並みを揃えてからやっぱり向こうに行きましょう。よし、行こう。スキルブースト。先行します。始めましょう。できればコスモスで開けたいな。行くぜ。大神も読んだしな、はい、了解です。行こう。なるほどくん。90からいくつまで回復してんだ。一応100は突破してるはず。なんか装備でやりましょう。始めましょう。一回ここに置いて、あれ、ちょっとこっちの方行くか。これでいい。さあ開けますよ。ちょっと長くなりそうだな、ここは。あ、なんかある。てか、仲間いなくね？何あれ？ワープホール？間違いありません。時空の門、こんなところに。あれが車が動かなくなるパルスを出しているの。じゃあ、なんとか封鎖すれば。ちょっと待って、あっちを見て。射出カプセルじゃない？お、仲間いるのか。埋もれている。ああ、間違いない。みんな無事か。どちらのチームでしょうか、クリスさん、それともキャプテンさんでしょうか。おー、出てきた。また
乗れない人数が出てきたな。よし、うまくハッチを破壊できたな。爆破か。はあ、やっと出られた。暑かった。あ、あれは？クリスたちが率いるチーム、自力で脱出に成功したようです。皆さん、お怪我はありませんか？こっちは大丈夫よ、先生。でも、どうやら喜んでばかりはいられないようね。敵がいるし、あっちに見える魔法陣は何だろう？見覚えがあるような。ワルキューレが来た時に使った異世界をつなぐ時空の門だ。すごい魔力を出してるわね。もしかして車が動かないって話あれのせい？察しがいいな。多分そうだ。あれを破壊するなり封印するなりしないとな。その前に最後3つ目の射出カプセルは？ああ、まだ全員揃っていない。どこだ？助けてくれ。もうダメだ。あかん、こいつは限界や。声だけがする。今の声、バシュロンとマジマさん？苦しそうな声が。どこ？どこなの？声の下ポイントはあそこだ。やたら奥に行ってるな。木に埋もれているが、最後の射出カプセルだ。リボルバーカノン、極めて正確です。みんな近い位置に撃ち込まれてます。でも、ちょっと威力が強すぎたよね。あれじゃ出られない。確かに。木の根が絡んでしまっている。外から切り払ってあげないと。ちょっと待って、何か来るわ。おお、大間の牛一族じゃないか。馬かぬー、すでに戦いが始まっている。こいつらはウサギに続いて馬に牛か。何をしに来たんじゃ大間。キツネはうるせえ。てめえらどうやってここに来た。俺たちがヒーヒー言いながらここまで登ってきたっていうのによ。大変だな。私たちは砲弾に乗って飛んできたわけよ。ちー、楽しやがって。楽じゃないよ。死ぬかと思ったよ。許されないのです。こっちは汗だくだって言うのにね。汗かくんだ、こいつ。わお、お風呂入りたいのね。お風呂入りたいんだ。待遇の改善を要求します。ワーキングレディーを侮ったら訴えるのです。なるほど、ブラック企業だな。ピーピーうるせえぞ、てめえら。ほら、さっさと次の仕事にかかれ。こんな上司だもんな。こいつらを片付け、この先の門を確保するのだ。大間の目的もこの門か。次の仕事というのは金の鎖はもう。白夜カスタムを使って回収済みです。ちょっと時間がかかってしまいましたけどね。先回りされてしおったか。じゃがこの門は渡せんの。この場で封印せねば。やってみろ、オラ、ヒャッハー。こいつらは俺たちが抑える。クリス、多くのカプセルの救助は頼んだ。了解した。周囲の敵を排除しつつカプセルに向かうぞ。この時空の門とやら、このままで問題ないのか。今は手の出しようがない。だが用心しておくべきだな。どうせまた誰かこっから来るんでしょ。一応来たやつらは全員出せんのかな。とりあえず準備体操は？ドキワクじゃの？これユニットキャラはあれなんだね。レオンは？あー、レオンもいねえ。てかここ女しかいねえ。これも修行ね。はっ、変わらなきゃ。ウララがお届けします。うわー、こいつちょっと外してロックマンキャラにしよう。今のところヴァンパイアセーバーが一番待遇悪いからな。うちの中では。私ね。宝箱はないよね、これ。了解。まあいいや、ちょっとわかんねえし。ここは私の本気見せてあげる。本当に人間。ホニール行列で燃えろ。人間じゃないわよ、こっちよ。えへい。これで本当に料理してあげる。これで完璧。セイブ、チャージショット。モルツバッター、セイブ。これで決める。昨日よりちょっとは強っ。こいつら15レベルか。ま、適当に。ストライダー18。レッツゴー。イエスさん。私がやるね。いやー、やっぱ機動力6はいいね。準備完了しています。行くか。いいって。あれ、こいつはどこにいるの。
いまいちマップの位置がわからん。あ、こっちにいるんだね。じゃあ完全にあれだ。もうこっちは救出に向かおう。で、どうせその間にあれが出てくるんでしょ、増援が。わかったわ。構わないわ。私ね。あの、プラズマみたいなのがあるの。まあ、ストライダー比重がいれば、敵の殲滅はできるからな。まあ、機動力6のやつが出れば。オラクルの刃、食らいついて。ジェノサイドギア、打ち抜き。ここで立ち止まってはいられない。もらったか。てか装備次第で基本的に攻撃力大きく変わるからな。かといってな、装備品はめっちゃ高いしな。行きますよ。コスモス少し前線に置いとこう。機動力が低いから。気絶した。ほらね、出てきたよ。おお、そのままブニョンと出てきた。こいつらはなんだ。何か出てくるんじゃないかとは思っていたぜ。こいつらなんだ。この姿ゾンビじゃないの。これは屍兵。知っておるのか、ワルキューレ。マーベルランドとつながった異世界、そこに現れたという異形の者たちです。じゃあここはさらに別の世界に通じているということか。その世界から流れ込んでくる力が悪さをしているみたいね。やはり厳重に封印すべきだ。さらに魔力が大きくなっている。まだ何か来るぞ。おお、これは悪さをしていたやつじゃないか。名前忘れた。カムーズ。あ、ここはどこだ。こんな場所じゃなかったはずだが。な、何こいつ、またモンスター。魔人カムーズ。乙女の騎士ワルキューレ。てめえ、また俺様の前に現れやがったか。勝手に現れたのはそっちでしょう。激しく分かりやすい怪物ですが、ワルキューレさんとどのようなご関係でしょうか。あれはカムーズ、かつてマーベルランドで倒した魔人です。パリの怪人に大魔の獣人、それにマーベルランドの魔人か。笑えんの。カムーズと言ったな。その巨樹に、この巨樹にその門をつなげたのはお前か。誰に口を聞いてやがる小僧が。俺はあるものを探しているだけよ。あるものだと。どんな願いでも叶うというあれをな。ドラゴンボールか。まだ黄金の種を狙っているんですか、カムーズ。なんだ、ゲームに出てくるレアアイテムっぽい名前だな。それって正解を馳せよ。ゲームじゃなくて本物の秘宝だけどね。種のある場所に直接行くつもりが、まだ使い慣れねえぜこの門はよ。あなたはあの世界イーリス星王国の人々にまた迷惑を。他人がどうなろうが知ったことか。俺は俺の望むままに力を手に入れるだけだ。だがワルキューレ、それに周りの目障りな連中、ここで片付けておいた方が良さそうだ。あんたたちもその門を封じなきゃなんなくてさ。私たちか。よく間違えるな。あんたたちもついでに封じてやるよ。やつは切る。いいな、ワルキューレ。はい、打ち果たさねばならない相手です。覚悟しなさい、カムーズ。調子に乗るんじゃねえ、ワルキュー。な、何が起きてるんだ。もう意識が。ありがとうな。リクトン、会いに行ってやるぜ。バシロン、ちょっとバシロン。なんだ、仲間がいるのか。その鉄の棺桶みてえな中か。こりゃいいぜ。手始めに軽く蒸し焼きにしてやるとするか。あ、炎です。手に持った盾から炎がチロチロ覗いています。ダメだ、間に合わない。おお、出てきた。待て、お前の悪事もここまでだ。魔人カムズ、やっと追いつきました。てめえらはこんなところまで追ってきたのか、鬱陶しい。誰なの、中世の騎士クロムさんに。ルキナさん、ワルキューレが知っているということは、こいつらはマーベルランドの住人か。いえ、マーベルランドに近い異世界の方々です。イーリス星王国の星王クロムさんに、その娘ルキナさんです。異世界の王様だとまたややこしいのが出てきたな。
僕たちにとっては見慣れない格好だけど信用できるのかな。悪い人には見えないけど。それに娘って、ちょっとそれって大丈夫なの？大丈夫です。不器用な、でもいい人とのことです。いや、バルキューレ、それはいい。ずいぶん大勢の人たちが、それも変わった格好をした方ばかりです。かなり素敵なお洋服の方もいらっしゃいますね、お父様。誰のことそれ？誰のことを言っているのか、今は聞かないことにするぞ、ルキナ。今すべきは魔人を撃ち、時空の門を閉じることだ。その前にやることがあります。マルキューレさん、お仲間が危機なのですよね？そうです。あなた方の後ろにある鉄の入れ物に私たちの仲間が。わかった、助けよう、ルキナ、頼む。はい、お父様。お、勝手に助けてくれるんだ。これで外に出られるはずですが。おい、無事か？生存者はどれくらいいる？ワシロの声は聞こえてたけど苦しそうだったわ。怪我の状態は？まさか間に合わなかったのか。うう、あ、ワシロン、それに他のみんなも。大丈夫なわけがねえだろう。俺がどういう状態だったか分かってんのか。え、でもみんな怪我もなさそうだけど。何かおかしなことがあったか、バシロン。確かに内側からは開けられなかったが、強いて言えば退屈ではあったか。はっはっは。身動きできない状態だけだったろ。助けを待つしかないっていうのは歯がゆかったけどな。ふん、うろたえるようなことか。まあ蒸し暑かったのは参ったぜ。きっつい状況やったの。ギチギチやったしな。汗くせんだよ。豊かで柔らかいお肉たちに囲まれるならまだしも、どさくさに紛れていろいろと計画していったというのにだ。そんなことだろうと思ってました。私の対策が功を奏したようですね。ああ、男ばっか詰め込んだのってそういう、なんちゅう地獄のおしくらまんじゅうじゃ。なんだよ、バシロンのせいで俺たちもここにぶち込まれたのかよ。革ジャンには厳しい暑さだった。泣けたぜ。なんだ、救出は成功したが、なぜか揉めてるな。ワルキューレさんの仲間なんですよね。ゴホン、騒がしたね。その通りだよ。助けてくれたのは君たちかな。ありがとうよ。声は聞こえていたが、異世界の王族だとかなんとか言ってたな。ああ、俺はクロム。イーリス星王国からこの地に来た。私はルキナです。お父様。クロムの未来の娘です。どうやら訳ありのようだな。そしてこの騒動の火種が、そこの化け物か。ち、ゾロゾロと出てきやがって、面倒な奴らだ。今まで声しか聞こえなかったけど、こいつ腕とか4本あるじゃん。やつの後ろにいるのはワープホールか。確かにすごいエネルギーを放っているな。これにて憂いなき戦ができるというもの。舐めやがってしゃらくせえ。魔人カミューズ、時空の門を悪用するお前を見過ごしはしない。ここで撃ちます。黄金の種はね、余計な連中には合う。どうなってんだこいつはよ。あなたを倒し、時空の門は封印させてもらいます。二度と悪用できないように。抜かせ。こうなったらここで片付けてやるぜ。クロム王とルキナ姫、この場は協力して乗り切りたい。いいか？クロムとルキナでいい。こちらこそ力を貸してほしい。異界の友よ。時空の門は閉じなければなりません。そして魔人を撃ちます。ほざくな。てめえらの運命はもう決まってるんだ。地獄行きよう。運命は俺たちが切り開く。お前に決められはしない。魔人カムズ。運命を変える力。え、これ全員出んの？これ今出撃してるやつもさ、変えられるよね。変えられる。全員入るかな。ここ一応一人入れとこ。あ、なんか変わっちゃった。今晩お話し任せてちょうだい。あとは足りねえな。龍と剣のところには入れとくか。そうするとどっちかだな。こっちに入れとくか。はい、オッケー。これだけの戦力があれば負けないっしょ。っていうか全員動かすのがちょっと面倒だな。こいつらは来るのを待って、ここの部隊は敵がいっぱいいるけど、ここに置いて
数攻撃を仕掛けよう。お膳立てはバッチリまとめて踏んであげるわ。よし、3体倒したな。必ず滅ぶのよ。七つ星よ、輝け。やったー。いやー、でもマップ兵器は結構経験値入るね。ストライダー飛竜を前線に出そう。仕留める。ザコが梅雨と消えるがいい。19レベルになった。あ、なんか可能になったな。ここは完全に単なる雑魚敵だけか。構わないわ。こいつ何レベルだ。13レベル。頑張れ。異常に弱い。相手が後で経験値アップをつけて誰か倒すか。よし、16。ちょっと見えねえな、ここ。こっちか。いいぜ。参りましょう。よっしゃ。ここも火力が不足してるな。邪魔だ。チームバシロンもあれだな、移動力6あるな。始めましょう。私ね。こいつを少し前に出すか。竜と剣も移動読んだかな。やっぱストライダー飛竜を早急に向かわせよう。あっちに。来るねー。あ、攻撃してきた。気絶したー。こいつも射程が長い。てかさ、なんで敵こんな射程長いの。ずるくね。少しおびき寄せながら戦うか。さて、こいつらの実力。いやー、やっぱね、何も装備してないからね。何もっていうか、大体ね、武器を装備してないんですよ、こういうの。火力不足だな、やっぱり。これとこれ。私は人の道を行く。弱い。よし、ちょっとこっちの舞台をまずなんとかしよう。スキル、あー、4のやつは基本的にあるね。やっぱり移動力増やすやつか。攻撃できねえし。さて、この牛2人がどこまで来れるか。あー、ここで一旦ちょっと待機するか。あと青いやつ、コスモスとダンテが狙われんな。もう一旦おびき寄せよう、ここの舞台は。邪魔をするな。で、気絶は回復させて。容赦はしねえ。ヤクザさんもな、ちょっと弱えからな、レベル的に。こいつは俺が決める。わざか全然撃つしかないレベル不足だ。いや、だってさ、一般人だもん。いくらヤクザって言っても。戦わなきゃいけねえんだ。ようやく14レベルか。ミッション開始。
ちょっと待って、こいつがどこまで来れるかだな。あ、まだ全然余裕だな。俺が行く。うん、ダメか。これいちいち次の人にコマンドが合うのがちょっとめんどくさいな。始めるぞ。退屈ね。ミッション開始。これ殲滅しちゃうんじゃないか。ゼロブロック反射、ハッグ、ゼロブロック反射、ゼリバー、これで決める。見事な空間把握能力。やばくない。ムーブプラス1、他人にできるのって誰だっけ。一番最初の舞台で誰かいたよな。分かんなくなってきた。ドットハッカーでこいつを倒す。今回もうここは雑魚的だな。完全に1回で600とか当たるもん。ザ・ワールドにリズムゲームの要素。仕事じゃ。ここはだいたい殲滅できたな。私かな。本気を出せ。ブロックありか。運命を変える力を。コマンドチーム出撃。やめろ。ファイヤーを一枚。ミスる。ダメだ。サイバーボール。キャプテンキック。ジェネティ。もう誰もいないよ。もっとスムーズ。おっしゃ。来たー。こいつ射程すげえ。100やかい。そしてこいつら無駄にテンションが高い。気絶した。かわいそっす。パワーはあるな。1万2千か。あるし使っとこう。頑張った。これはトレーニングメニューの見直しが必要です。 Here we go。 反撃。うおー、気絶した。なんてこったい。確かにこっちはむさ苦しいチームだな。こいつも13レベルだ。やっぱりこっちがかなり手薄だ。1900減らせられるか。おお、ギリー。まあいざとなったら仲間呼べばいいだけだけど。ああ、なんか覚えた。できればな。ちょっと一人モリガンで倒したいんだけどな。レベルが低すぎる。その顔をボッコボコにしてるな、こいつら。顔を狙うなんて卑怯な。こいつも13レベルだったか。そういえば。どうする。6900はね、多分無理なんだよね。経験値を、これさ、人に経験値やるのか自分に経験値やるのかがさ、わかんないんだけど。まあ少なくとも、アリスレイジは違う。自分だった。もうわからん。わからんから攻撃する。誰が何のスキルを持ってんのか把握しないとね。技使わないとダメだな。レベルは上がらないか。それでも悲しすぎる。おし、ちょっとこいつ、移動力上げるの誰だ。射程が分かんな、こいつすげえ。
じゃあ君じゃない。アリスレイジ？違うな。コスモス？じゃあブーストは自分？気絶してるしそもそも。トリクスター？違うな。大神くん。ああ、これさ、ほんとわかんないよ。どこで見分けるの？あ、アーリー、オール。なるほど、そういうことか。それで見ろってことね。こいつを、ストライダーにかけよう。早きこと、風のごとく。よし、行くぜ。はあ、やるか。おしよ。この、飛べ、邪気者、臨場中。で、あの魔人は結構移動力が低いから。まあダメージは食らうけどしょうがないな。で、この変な昆虫みたいなやつはこっちで出すか。4000。よし。で、左が、おーおーおー、なんだ。なんか動いたぞ、こっちに。なんでだ。もしや、そういう、バグ。攻撃した後も動ける。状態異常なんとかしよう、まずは。さて、それで、どうするかな。35%。どうしますか。まあ、こいつをとりあえず倒そう。シエルさん、やれます。やってみせます。気絶してるからね。私の血の力をこの一点に。全然当たってないんだけど。おお、ギリ倒した。これはトレーニングメで 81%。 こちらもいいや、ほっとこう。で、コスモスがここから行って戦闘援護をつけよう。待ってください、行きますか。こいつで速攻で外せるからな。もう誰も傷つけさせない。止まりなさい。このまま一気に行きましょう。よーし、 132%。 でまずピンクの牛。いや、こいつなんかどっち向いてんだ。わかんねえな。ダンテ、遊ぼうぜ。ブロックは外すか。俺たちが援護する。ハンマーです。これでどうだ。はい、踊りましょう。ニャンニャンを食らえ。奇跡の光。ちょっとどいてもらえる。天国を見せてあげるわね。浮かぶなよ。よしよしよし。これで倒せる。よお、最後の一発で倒したな今。ちょうど。オーケー。ヒヒン、あわよくば死んだおと思っていたが、うまくはいかんか。当たり前だ、そう簡単にはやられん。だが当初の目的は果たしている。ここはそれでよしとするか。金の鎖のことですね。回収は済ませてきた。お前たちの相手は、いわばついでだ。ガンテーン、こっちは一生懸命なのに。だが、この木で起きたこと、報告が必要だな。帰還する。なかなかのパワーバカではないな。オーマ、相変わらずガッツはあるな。で、50% は溜まってるから、アリスレイジで、こいつを攻撃すれば、100% 溜まるでしょう。お願いします先生。僕なりにやってみるだけだ。今だ、突きつける。皆さんご一緒に。で、溜まったところで、うわ、気絶した。攻撃はどっちが強いんだ。帝国鍵。
まずはガード外しだな、やっぱり。私が預かります。ビノ、アちゃん、舞い上がります。見せてやるか、そうやってやつやったりも。ビッグの術で締めくくります。見ないで、マクタイム、イエッホー、豪華方針、イエロー、ローダウン、キッパキャー、豪華方針、チェンジ、貫いて、豪華方針、ターン。うん、まあ残るか。6000、大神に殺せっかな。カウンター使ってきた、痛い。あんまり食らわなかったな。じゃあ頼んだぞ。ブロックは外せないか。ほい、ほい、ほい。だいぶ上に飛んでったな。これでフィナーレにしちゃう。なんか出てきた。エリカ、クレープとプリンが切れちゃった。ブモ、木登りで疲れてなけりゃよ。飛んで木にいる夏の牛、姫を助けに登らんか。偉そうに言うんじゃねえ。姫って誰だ、楽してきやがったくせに。しつこいな、モテないよそういうの。これからモテて結婚まで持っていくつもりだぜ。だが嫁探しをしようにも俺様のメガネにかなうような女ここにはいねえな。牛男と結婚したいとは思わないけど、なんか腹立つね。やめだやめだ、やることはやった、あばよ。こいつはなんかアホらしいキャラだな。ちょっとリンゴ使うか。 OK。 でこっちはあとあの二人だけだな。よし、これでもうここもネドはついた。これ何、人、うおほほ。80% か。一応防御しとこう。ストライダーヒル間に合わなかったな。これだけいれば倒せんだろう、どう考えても。まずは 100% にしよう。なんでこの気絶くんを倒しますか。お願いします。アピーのブロック解除能力は半端ねえからな。傷つけさせない。はっきりは。止まりなさい。攻撃が止まりなさい。倒せる？ああ、倒せるね。爆発しまーすってこいつ死んだのか、爆発して。で 146%、 こん中で強いやつ誰だ、こいつが一番強いの。マジでこれ後ろだな。やっぱブロックあるか。ほい、ほい。でブロック崩しも使おう。いいタイミングだ、キャプテンコルダー。重いんだこいつ。まあデブっぽいからな。うん、どう、残った。まあ確かに、まあいいや、6万とか。おお、熱々熱々熱々。じゃあ最後誰で倒すかだな。14レベル、13のやつとか絶対いるだろう。あー微妙だな、どうしよう。ヤクザモンで倒すか。竜と剣って一回も戦闘したことない気がするんだけど、今更だけど。スキル、多分、あ、セルフって書いてあるね。ブロック無効とかあるんだ。鎧通し、いいね、これ使おう。あとはアリーの経験値アップ。あ、これだ、そうだ、こいつらだ。ジェネシス、竜、どこだ竜。これ探すのが大変だな。いた、竜&剣。竜&剣、必殺技を使いたいから、こいつで必殺技をためよう。先生お願いします。私がついてるから。その位置かバチか、進むしかないもんね。バイバイ。たまるね、やっぱりこいつらの攻撃は。油揚げ2枚分。
って本当だったらここに技を使うのはもったいないけど、ちょっと技見たことないんで。熱波動拳、なるほど、レベルアップ1000。めっちゃ無駄だったな。ちっ、こいつら強い。腕が何本割ろうが多勢に無勢だ。運がなかったな、バケモン野郎。ここで倒します。カメ打つ覚悟。くっ、うせな。ここはお前の居場所じゃねえってことだ。だったら戻りゃいいってことだろうが。ワルキューレ、この屈辱忘れねえぞ。え、普通に戻ってった。逃すなよ、追撃しろよ。なんや、あの化け物。元来た門に飛び込みおったぜ。この感じ、門の力が乱れている。お、消えた。バカな、時空の門が消えた。無理に起動させたな。その影響で存在を保てなくなったんだ。かからずとも、門を封じることはできた。だが、窮地に二人。はい、戻れなくなってしまいました。気を落とすな、お姫さん。今は安全を確保し、相談はその後だ。お前らはいいよな。だいたい戻る目処はついてんだから。宝箱ほんとないよな。ここで宝箱があるみたいな話になったらちょっと。まあいいや。そうすると、17、16だ。こっち倒そう。こっち倒せるか。今更の問題だけど。プラズマサークル、味わって。うん、大丈夫だ、全然余裕だな。攻撃1回分余ったし、さらにレベルアップ。 OK、 ステージクリア。おお、マジいっぱいいるな。なるほど、時空の門はここ以外にも現れていたのか。少なくともワルキューレはマジゲンで使っている。あの門はその名の通り時間を超えるためのものなんです。私が未来を変えるため絶望の私が歴史を変えるため絶望の未来からやってきたように、タイムスリップを可能にするゲート、それが異世界ともつながっているということか。クロム、俺たちと来てくれ。必ず元の国へ戻れるようにする。マジゲンに行けば時空の門はまた使えるはずじゃ。じゃがまだそこに行くには早くての、この戦い見極める必要がある。もはや我々の世界だけの問題じゃない。一緒に行かせてもらおう。この剣が役に立つこともあるはずだ。いいな、ルキナ。はい、お父様。これも私たちの運命なのでしょう。めっちゃ物分かりいいな。なんだかいい親子だね、ジン。ああ。まったくの。微笑ましいのとそうじゃないのが出たところで、これからどうする？金の鎖は先回りされてしまったが、最低限の目的は果たしたと言えるな。こう二人並ぶとさ、どっちが竜みたいな。いや、それわかるけど、めっちゃ被ってんな。ああ、門が消えて車両が動けるようになったはずだ。早いところここを脱出して。おっと、地震。なんだ、地震？周囲から急速にエネルギー反応が消失しつつあります。金の鎖、そしてなんとかの門、この木はそこから元気をもらってたんですか？それを失って崩れ始めていってるってことか。こいつは逃げるか勝ちだな。脱出といってもどうする？やはり竜巻旋風脚で。ばあさん、車両はもう動けるはずだ。救助を呼んでくれ。カズちゃん、わしはまだまだ若いっちゅうの。じゃが、勝ってんじゃ。シャオメイより緊急連絡。助けに今回、浦島どうぞ。こちら浦島、博士と呼びなさい、博士と。もうそっちに向かってるけど。射出カプセルが飛び込んだ穴につけるから、そこで合流ね、早いとこ。そうと決まれば長いは無用じゃ。わあ、走れ、若造ども。俺たちが乗ってきたカプセルの穴が一番大きいはずだ。行こう。一番奥じゃん。これ足の速さとかあんのかな、やっぱり。誰が一番足遅いんだろう。乗ったの全員。点呼もしたので大丈夫です。博士さん、お願いします。それがね、ちょっとまずそうよ、かなり。どっちなんですか、まずいって何が。オーク巨樹の崩壊が進むたび、周囲の空間が歪んできているの、急速に。まさかこの場で揺らぎが起きると。そういうこと、脱出するべきなんだけど。いや、それなら早く発信してよ。遅いみたい、すでに。え？巻き込まれたか。
どこに出るかだな。そうすると、今回出てきたのはまあもともと最初のプロローグでも出てきたけど見てないんでそこら辺は、ファイアーエンブレム覚醒どこだ。あーテイルズオブベスペリアもまだ仲間になってないな。あれってかいねえぞ本当に。あいたいたいた、クロム、西王代理のクロムだ。うん、ファイアーエンブレムはねこの前のイフしかやってないんでちょっとこのお二人はイフのダウンロード特典で出てきたけど、はあはあはあ、なるほど、よくわからん。というところで、じゃあ第20話これで終了したいと思います。